今から岩手県の方に向かいます。以前いたことある東七温泉西雲荘さんの上にある奥東七温泉っていうね、野湯があるらしいんですけども、そこに向かいます。ちょっと無事に行けるかわかんないんですけども、ちょっと入れてナビを入れて行きましょう。車で3時間ほどね、来ました。もうだいぶねまた山の中に入ってきましたが、これは岩手の山でございますね。なんか向こうに神社があります。ちょっとここがどこなのかわかりませんが、まあもうお昼なのでちゃっちゃとね奥東七温泉の方に向かいたいと思います。頑張って登ろう。確かここはね、冬とか、陶器は入ってこれないはず。夏とか秋ぐらいにしかね、やってなかったはずなんですよね。うわっ、うわっ、霧の世界に入ってきた。待って、雨降ってきてない？ね、待って、雨降ってきた。わっ、おい、え、青空も見えるんだけど、天気雨かな。天気が悪化してきてね、めっちゃ雨降ってるしさ、もう霧でさ、もう下真っ白なんだけど。大丈夫かな、これ。雷とかならないでほしいよね。怖いよね、これ。駐車場にね、車を止めて今から行こうと思ったんですけど、あいにくの天気でね、若干雷が鳴っているような気もするんですけれども、向こうをね下った先に野湯があるらしいので、とりあえず行けるだけ行ってみようと思います。大丈夫かな。すごい雷がゴロゴロ鳴ってる。そこまで遠いところじゃないので危ないなと思ったらすぐに撤退したいと思います。よいしょ。こんなに曇ると思わなかった。かな。ちょっとこっちの道急すぎて危ないので、多分別の道だと思います。そっちに行こう。こっちなんかめっちゃ急だった。めくり見たやつはね向こうだったんだよね。天気が本当に悪すぎて、いつ雨降ってもおかしくない天気です。これはなんか道もよくわかんないし、見えるんだけどね、野湯は見えるんだけど、どっから行くのかなって感じ。ここ降りれるかな。すごい道、もう道なのか分かんないし、雷鳴ってるし、危険だと思ったらすぐに逃げます。すごい、あ、見えてきた見えてきた。ほら、あれが奥東七温泉ですね。めちゃくちゃ雨降ってきました。やばい。待って、悪天候すぎる。これは、本当に、さっさと入って、さっさと帰った方がいいね、これね。ちょっと、やばいかもしれない。あ、慣れた。ここだ。ここだ。すごい。雷がひどくなってきた。やばいね、これね。では、急いで入りたいと思います。やばい、ちょっと待って、雷がね、すごいビカ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 光ってるんですよ。こんな中入るのはめっちゃあれなんですけども、硫黄は？あ、めっちゃちょうどいい、めっちゃちょうどいい。じゃあ、脱いで入りちゃいますね。こんな雨の中の、雷の中、ちょっと危険ですので、超過酷な撮影でございますね。なんか地熱なのか、地面が暖かい。はい、準備完了しました。では行きます。
の方なんですけど、これってあの下から温泉が湧いてるんですよ。なので下がめちゃくちゃ熱い。うわすごい、こんなところに東七温泉の同じものがあったのね。結構ね人が来られてる形跡がありますね。床熱っ、待って床熱っ、そこがとんでもなく熱いです。熱っ、待って、こっち熱くていけない、これ無理。本当はもっと案内しようと思ったんですけど、向こう熱すぎていけません。熱っ、場所によって全然温度が違う。ちょっと空がやばいよねこれね。本当はもっとねあのお見せしたいんですけども、ちょっと傘もねあのちょっとすごいと思うんで、あんまり滞在しないようにします。うわめっちゃ光った。でしかもここねあの道路から結構丸見えなんですよね。ございました。よいしょ、ちょっと待ってひどすぎる、こんなに降ってくると思わなかったんだけど、さっき止んでたじゃん。車に戻ってきました。やばいね、さっきまでそんなさポツポツくらいだったのにさ、降りていった途端もうやばい土砂降りです。思ったより全然取れんかった。もうすごいね、もうフロントガラスにも滝のようにね雨が流れていますからね。いやよくこの中行きましたね、もうびちゃびちゃです。でさっきねあの GoPro も忘れてきてしまいまして、あのスタッフちゃんに撮ってきてもらいました。おーやばすぎましたね。はい、ということで今回あの岩手県の、奥東七温泉でございました、うん、すごい動画でございました。ありがとうございます。帰ります、バイバイ。雨が止んできたので東七温泉に日帰りで行こうと思います。なんでささっき
私が奥東七に行っただけでさ、土砂降り降ってきたんだろう。今はほぼ降っていないのにさ、マジで雨女かもしれません。よし、じゃあ行きましょう。今お風呂上がってきました。本当はね、なんか撮影したかったんですけれども、あの撮影休止になっておりました。以前はね、あの YouTube で撮らせていただいたんですけれども、今は禁止の料理、しっかりと温まったので、今から入ります。ちょっとね、時間かかるので、家に着くの夜なのでね、さっさと帰ります。ガスマスクをつけてみようと思います。タオルが落ちちゃった。ガスマスクを貼ってくれました。